世界一カオスな鉄道会社とは何でしょう。それは、どうもこんにちは、鉄道セントラルです。今回は西へと進んで名古屋鉄道です。さて、世界一カオスな鉄道会社と名高い名鉄ですが、その路線自体はそこまでカオスではありません。その路線をどう使うのかが問題なのです。まず、そのカオスな名鉄の本線にしてドル箱路線である名鉄名古屋本線の解説をしていきたいと思います。まず名古屋本線の路線の紹介です。名鉄名古屋本線は岐阜県岐阜市の名鉄岐阜駅から愛知県豊橋市にある豊橋駅を結ぶ 99.8km の路線です。路線には飯田線との共用区間や両西駅自由名駅や岩島分岐点など、言わずともわかる鉄オタどもの聖地が含まれています。さて、種別を一つずつ紹介していきます。まず普通です。名鉄の普通は6線系、100系などで普通と訳される珍しい種別です。普通列車は須賀口、岩島分岐点、東岡崎でそれぞれ始発折り返しの列車が多く設定されています。岐阜から須賀口間の普通は毎時4本設定されていて、須賀口から犬山線方面は毎時2本設定されています。平日の昼間は西尾線方面へと向かう急行が、それ以外の時間帯と休日は豊秋準急がこの区間を普通として走ります。3つ目と4つ目は一体化されています。まず、犬山線犬山から東岡崎間の普通が毎時2本、岩倉発着は東岡崎行きという名目でありながら、東岡崎に着くと豊橋の1駅手前、稲井区普通に変わります。しかし普通なのです。急行や特急、ニュース会などの二重対比はさらにあります。次に急行、準急の解説に移ります。こちらもいろいろな運行形態がありますが、最も標準なのは豊橋から岐阜間の急行で、毎時2本設定されています。次に、普通の解説でも触れましたが、鞘から豊明の豊村明準急です。この列車は鞘から名古屋間は普通、そこから豊明までは準急で運転されます。次に、美西線鞘から西尾線吉良吉田までを結ぶ、いわゆる吉良急が走っています。平日は14時台までと、土休日のそれ以降は雇い行きで、それ以外の時間帯は鞘行きです。また、このすべての列車が豊明に特別停車します。次に犬山発の急行、東岡崎行きです。名古屋からは準急、新安城からは普通で運転されます。さて、最後に一宮発の急行、豊川稲荷行きです。急行ですが、二つ入りと有松にも止まり、15時台からは二つ入りと有松を通過し、代わりに大里へ特別停車を行います。また、14時台からは東岡崎から豊川稲荷間が準急になります。さて、ついに無課金で乗れる最速の列車、特急、快速特急の解説に移りたいと思います。さて、この2つの種別ですが、ほぼ一体化されています。下り岐阜方面は特急、上り豊橋方面は快速特急で運転されています。さて、早速パターンダイヤを解説していきたいと思います。また、豊橋から新宇沼間は上りが快速特急、下りは特急となります。また、空港方面、中部国際空港から岐阜間も存在し、それぞれ毎時2本運転されています。また、名古屋から宇都宮港和間を結ぶ特急も存在し、どちらも毎時1本運転されています。また、これらは15時以降に鳴門南鍵屋と辰巳ヶ丘に停車します。また、平日の場合17時台以降は行き先は狭山で延長されます。また、これらは特急ですが、須賀口にも止まります。ニュース会は空港から新宇沼間と空港から名古屋間があります。どちらも夕方は新宇沼駅は新上が後ろに増結されます。また、名古屋駅は岐阜駅に変わります。まず、岐阜を2両の急行として発車します。新宇沼に到着した後、前に6両つなげます。名古屋から普通になり、古径、桜、元笠寺、
本越崎で締め切りし、鳴海で後ろ4両切り離し、急行に変わります。豊明に特別停車し、新安城から準急に変わり、北安城に特別停車してからは、標準で、吉良吉田まで向かいます。さて、ここで動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。